います。部屋に。誰の部屋ですか？招き猫中。そんなに、絶対にさ、あれしてもポストしてない。あ、厳しいタイプだった。ポストしてポストって何？行けるかぎり、イカショールームしてますって。ポストしてないって。違うよ、違うよ。あ、違うの？ハッシュタグラファンド、ラブベリー、ラバンドベリーの。え、待って、待って、ね、すごい人いるんだけど。あ、ちゃんと持ってきたんだね。怖いから。けどさ、こっちの携帯の方がさ、別に、なって思う。三つ編みそう、三つ編みです。キューブは三つ編みしたの。なんかすごい、みんながそれぞれの配信してるからさ、ここで3人で配信する意味全然なかったよね。こんにちは。あ、そう、はい、それやってる。うん。え、こっちでやんない？こっちでやろうよ。なんか意外と何も映らないよね、ここが。こっちも映らないって。いや、だから電気とか怖いじゃんね。副音声だって。怖いな。どうも。でも、ふさんのには絶対に映れない。いや、ふさんのには映れない。映れない。器用な人いる。ね、ここが映っちゃうんですけど、あなたの。あなたのその画角、私のスマホの中身映っちゃうんですけど。どうしたらいいですか？映っても別に問題があるわけじゃないんですけど。別にいいやつでしょ。ふいちゃん久しぶりに見た。元気そうだって。ふがいない。元気だよ、ふいちゃん。ほんまや。お前は最近来ないな。厳しい。中坂のファンの人、池田に握手会来てね。ふいちゃんのファンの人、握手会来てね。いいよ。あ、ほんと？一応メンバーだから。メンバーだから。これチッスして。広島が強いからな。だって広島強いの。今日強いよ。今日勝ったよ。どこと？いいね。善良な市民の皆さん、こんばんは。カイニャンの電波不安定だって。池田、うわ、めっちゃブス。ここ見て、ふさんの顔。やだ。池田さんのトーク会申し込みました。だってトワー好きだよ。ベイスターズ。なんで DNA の歌歌ってんの、あの人。電波悪い。こんばんは。リサのファンの人って。カイニャンの握手会売り切れてたようだって。池田さん行ったら怒られましたが。中坂さんが24時まで配信できるようになったのに。握手会売り切れてたって。どこが、いつの、何が。夜遊びに行かないよ。いつのがですか？何がですか？まだ18歳ってダメらしいよ。6月も頑張ろうね。今日はありがとうございました。みんながそれぞれの話をしています。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。もう夜ご飯は食べたんですよね。はい、とっても食べました。サムギョプサルでした。昼ご飯を夜ご飯として食べて、みんな頑張ってる。話す気力なくなってるやん、ふゆちゃん。もうふゆちゃんの顔面眺めよう。配信楽しかったです。なんかさかのバブではない。おばめ読んだよ。ありがとう。美味しかったです。今日はハーゲンダッツ食べました。送ったので。ハーゲンダッツ食べました。さんはチョコバナナ食べました。セブンイレブンさんのおすすめです。みんな食べてみてください。今日のケータリングはサムギョプサルとかチーズトッポギとかキュウリとかでした。池田さん前髪綺麗。今日は嬉しい。中坂さんはメイク落としを会場に忘れてきてしまいました。あ、あと持ってくるわ。え、本当に、うん、ありがとう。はい、本日はこないなった。川島美春について話しておきましょう。はい、川島美春さんは疲れたということで、昨日ね、今頑張って昨日ね、麻雀のね、試合とかもありましたし、シーズンラファイトシーズンやったからもう出し切って疲れて、はい、ね、今ねんねタイムなので、ねんねしました。寝ています。すいません。という感じです。本日、はい、3名の3名3名の参加となってしまいまして、
はい、あの忘れ物をしてなかったのに会場で忘れ物をしたっていう。私いつも幕張メッセ忘れ物していくんだけど名古屋から。この人は忘れ物をして、この人は陰気をしましたでこの人は部屋番号を忘れました迷子迷子自分の部屋の試してたもんね、うん、あの右から陰気お姉さんやめてください、忘れ物お姉さ ん, 忘れ物お姉さん部屋番号を忘れお姉さん結構びっくりした。結構激ヤバです。激ヤバです。激ヤバトリオと、はい、中坂ね、人生で一回もインキーしたことない。すごいね、すごいね。だってさ、おかしいんだよ、うん、めっちゃ今日インキーはしなかったけど部屋を忘れてしまった本当にね、ウィリーグいいな、美味しかった。てか今日は絶対にあれを見なければならないので、25時から皆さんダゾーンで無料配信です。 F マリノス応援しましょう。そう、インキーしたい。そうそう、なんか僕板場作りたいんですよ。板場作って私で。え、無理。今何時だろう。ラブで作る。ラブで板場作りたい。49か。コースター。なんでわかったの。コースターと。はいはいはい。そう。あ、でもあ、いいや。スマホスタンドはね、1個だけ持ってる。なんかさ、左右がすごい自由な配信をしてて。そう、今日はルカさんの誕生日でした。おめでとうございます。おめでとうございます。ケーキがすごい可愛かったね。うん。はい。虹のようないただいちゃいました、ルカさんのケーキ、しかもルカさんから直接いただいちゃいました。わーい、ね、ルカさんの横に座ってたんです。ラッキーガールでした。そう、どうもおめでとうございます。ルカさんおめでとうございます。おめでとうございます。これからも仲良くしてねください。ねふさんとルカさんは本当お仲良しなので。てか皆さんラジオ聞いてくれましたか。聞いたよ。昨日おつまこ二十歳の誕生日だったって、すごいね。へ、二十歳の飲むおまこちゃん。まあ出会った時は14歳だったのにね。ね、そうなんですよ。ポスター栄駅に貼ってあった。あ、ルカさんのね。一緒に行ったの。行った行った。さすが、すごかったです。あれ嬉しいよね、あれね。うん、モデルさんみたいね。3時間繰り返してラジオ聞いたの。嬉しい、ありがとう。本当かな。ね、アスルクラロ勝ちましたね、沼津に。ね、うん、なんでこれいっぱいキスがあるの。キスの日だったからだよ、この前。なんかイベントキスしたいってこと。うん、知らんかった、このイベント。池田の変な発言にちょっと睨んでガン飛ばしちゃった今。でも今口に色がないので。ふさんはルカさんの家行ったことある。だってルカさんの家、うん、家はない。でもふさんとルカさんはすごい仲良しです。ふさんの家には来たよ。おお。カイニャンどうしたということで、まあ池田はこんな感じです。夜はいつも知ってくれてないんだね、イさんの。イさんはこういう人間です。俺はこういう人間だ。岐阜に行ったことあるの。岐阜には行ったことあるでしょ。2戦ました。ショールームの時いつも頭おかしいんだよ。2回戦はホームで F マリノスに、その豊洲に行くか長良川に行くか悩んでいるので、要検討で行きます。中坂のかけらがいる。ちょっと大変ですよね。あ、行くのね。球場行きますもんね、お姉さん。長良川球場。遠いっすよね、あれは。バス結構あれですよね。もう諦めてタクシー乗りました。リッチマン。違う、ね、大変なのバスって。うん、知ってるよ。分からんのよ、中坂じゃないよ。隣同士なの、会場が。サッカーと野球。うん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 、そうだからちょっとどっちも連れてこうないけども、うん、連れて行って。コロッケ食べに行こう。あ、飛騨牛コロッケ早く。もうルカさんも2日の試合でさ、ご卒業だからさ、うん、早いよね。また行けばいいやんね。ルカさんまた来てください、長良川に。え、岐阜の人ですか。岐阜サポです。待ってます。来てください。お疲れ様です。お疲れ様です。池田何、3人でユニットするのは何をしたい。なんで中坂のとこで池田に話しかけるの。
3人でユニット、うん、さんこっちのめっちゃブス。僕パジャマドライブがいい。これがめっちゃブス。ここもうやだ映らん。見て、うん、こんな感じ。わかる、うん、なんでブスとか言いながら。なんかね伸びるの。伸びるんだよ。中坂の真ん中にないと顔が。あそうなの、ね、中坂しか可愛くない。もう中坂しか映る。急にね。はい、パジャマドライブはどうですか。あ、じゃあ俺がセンターで。難しい。一人嫌だってところの。パジャマドライブ簡単だよ。簡単かな。パジャマでドライブ。はい、天使の尻尾。あーちょっとパス。え、どういうやつ。なんかね、え、でもやだ、なんかふゆちゃんがセンター取ってきそうだからやだ。やったわっていうか夏でしょ、だからダメ。別にいいよ、私ピンクがいい。え、ダメ、あ、いいよ、何色でもいいわ。僕青。じゃあウィンブルドンやろうや。間違えた、黄色。ウィンブルドンだったら平和じゃない、ピンクと青と黄色で。待って、もう終わった？12時になった今。まだやってるよ、まだやってる。そう、池田の配信止まってるって。だよね。今そういう感じした。配信が終わった時の画面した。え？どういうこと？切ったんじゃない自分で。切ってないよ。え？なんで？マリノス側で見に行くの？いやでもマジで。明日豊洲行くの？買ってください。今度ウィンブルドンやりたいの。横浜 F マリノスです。手つなでても全然みんなと被んないんですよね。何が？ユニットが。みんなアメピに来いよ。え、チョコ結構一緒になるやん。確かに、あ、そうだ、今昨日いなかったよね。ん、昨日いなかったよね。誰が。あ、そうだ、ふいちゃんがいなかった。怖っ、どういうこと。ねえさ、チョコ、どういうこと。チョコ3人で行ったよね。あ、また回ってるって言いさ、私、え、どういうこと。なんでもないよ、めっちゃ怖かったんだけど。明日、明日買ってきてくださいね。あの、京都さんが強いんで、アウェイ。ウィンブルドンは青が好きです。そう、カイニャンルームくるくるしてます。青いいよね。カイニャンバンになっちゃったの、悪いことしちゃった。ぜひ。なんで同じ部屋にいるの。今50、52分だって今。セブンイレブン限定販売の冬ラムネだって。え、あれだよ、全部さ入ってるやつでしょ、全部ミニチュアが入ってるやつでしょ。わ、私イーさんに1個あげたんだ。そうなんですよ。でもまた買おう。すごい、冬ラムネでこんな盛り上がれる20歳以上っているんですね。オーバートゥエンティ。うるせえな。うるさい。今何時だと思ってんだ、やるぞ。黒ひげ危機一発やるさ。黒ひげ危機一発やろうとしてた人です。1200円でも1200円でもさ、3人で割れば400円、1人400円で一生遊べる。1人400円で黒ひげ危機一発ができると思ったら安い。何回やれば元取れるかな。1回やれば元取れる。だって私たちがいるだけでその価値以上のものもあるから。バリューってことね、うん、そうでしょ。バリュー、僕は青です。インブルドン。天使の尻尾は黄色です。イさん、そのような類いもので。私池田に言いたいことあったんだ。ピンクをやったことないです。池田に言いたいことあった。クルミンにキラスキやってほしいから。え、それはね、思ってる。それは思ってるよ。ファンの人にめっちゃ言われるもん。俺の要望、俺のバブキラスキみたいな。じゃあイサユニットやんなきゃいいってこと。いや、池田の横浜も見たいってことよ。え、言ったよ、イサン。で横浜やりたいです。そうだから、くるみんの。え、じゃあイサンはキラスキ似合ってないってことでしょ。早くやめればいいってちょっとノーコメントで。皆さん中坂がイサンをキラスキからクビにしようとしてます。ね、くるみんにいっぱい言ってる。池田に、私もどうしようかできる問題じゃないの。でも池田さんのキラスキも好きだよ。じゃあ中坂ももうあれ、リーナちゃんにつぼみのセンター譲って、もうユニット出ないで。首ってこと。首悲しいな。大勝ちしたので、私はもう何も。でも今兼任したくて、キラスキと横浜を、本当に横浜をやった日本当に楽しくて。やったことあるの。やったことあるよ。でももっと来てね。知らなかった。誰に撮ってもらったの。聞き出せない焼きの楽しみ。めっちゃ音響さんに褒められた。おお、歌うますぎて、うん、歌うますぎて。歌いやすいでしょって言われて。はい、そう、5時間ですね。そう、中坂の、ひどいよ、見てくれなかったの。横浜やったのに。私やってましたよね。
これはまあ2人も2人も継続中の話だと思うんですけど、まあ、新公演始まってから中坂一回も公演休んだことなくて、まあ、俺もやんって言うと思うんですけど、いや僕休みました。ちょっと流行りの病に侵されて。なるほどね。私 S で唯一なの。え、流行りの病になってない？ね、みんなと一緒になった。私も休んだことあるって。僕ゲネプロ休みました。今の悪いかね、流行りの病で。いや、公演休んだことある。そうだから、あのだからさっきファンの人が書いてくれてたけど、59分だから終わります。でごめんね本当に。でもさ、あの本当は夜配信やる予定なかったから、まあ、ラッキーってことで許して、こんなグダグダな配信だけど、ね、あと1時間やりたい。まだあと4分できるって。これ違うわ、あと4分だって。え、何話す？抱負抱負。のりさんはこのみんなといる時間が本当に大好きです。出会えてよかった。聞いてください、あなたへ。その先の話気になるね。だからロングウェイホームが好き。わかる。だからあの黄色のアンケートでそれ答えた。つぼみの黄色の衣装、私しか着たことないの。ご先生の衣装だから。そう、うん、で私はセンターでも黄色で出たいという強い意志を持っているから、黄色しか着たことないんです。午前中多分配信します。てかあのワンダフルプリキュアを一緒に見る配信をしたくて、8時半からなので変な顔しないで、8時20分ぐらいにもし起きてたら配信します。起きるわけねえだろ。でもプリキュア見たいじゃん。起きるわけねえだろ。池田さんがそんな時間に起きるとは考えられないですね。うん、絶対に無理。今までの100ベッド、100ベッドします。院内でも0時超えたらダメだよね。ダメだよ。です。 SK の起きて、ガールズルカレーを明日も楽しみにしてます。明日はチャイナです。明日のコスプレ楽しみね。この人めっちゃバカにしてくる。明日のコスプレ楽しみにしててほしいな。めっちゃ笑ってくる。なかなかのさっきの笑いか。起きれるかわかんないから。爆発。なんなんこの人たち。イさんのツーショット会申し込みますだって。ありがとう。6月の申し込んでほしい。全完売を目標にしてるので。中坂美優ちゃんも申し込んでほしい。中坂美優ちゃんのファン、あ、大丈夫です。中坂美優ちゃんの中坂のファンの皆さん来てください。藤本のファンが言った。中坂美優ちゃんのレーンでお待ちしてます。池田楓のレーンでお待ちしてます。中坂美優ちゃんのレーンでお待ちしてます。池田楓のレーンでお待ちしてます。でも僕らチーム違うから良くないですか、別にお互いのファンが行く分には。ダメですか？ダメです。この人厳しいから。私結構 DD に寛容なのでね。皆さん DD に私寛容です。私結構 DD に寛容です。中坂のファンは来てください。じゃあ DD 寛容。伊さんのファンは行っちゃダメだよ。あ、みんながお休みって言ってるってことはもう終わるってこと。もう時間だよ。だって帰宅んだよってこと。え、どういうこと？え、どういうこと？帰宅するってこと？そうだよ。え、帰宅んだよ。知らない。ここ知らん。知らんとか言うなし。え、なにどういうこと？あなたのチームに昇格してきたこのキャッチフレーズでしょ。まだ一緒に出てないから。あ、そっか。キャッチフレーズできたの？